まあ具体的にはまあタブレットとか、スマホとかでこう動画見てるんですよ。で動画見てるんですけども、まあ眠いなと思ってるんですね。眠いなと思って、まあ眠いなと思ってるだけなんですけどね。いつの間にか終わってるんですよ。いつの間にか終わってるんですよ。はい、皆さんこんにちは。ファミリーコメです。今日はですね、皆さんよく眠れますかね。いきなりですけども、まあちょっと今日は睡眠についてちょっと考えてみたいと思うんですけども、ですね、まあ私だとまあ睡眠まあよく寝れるというか、あんまり睡眠平日取らないんですよね。で、まあまとまった睡眠は休みの時ガンガンガンって取るようなそんな感じなんですけどもね。でですね、でですね。これはですね、まあ、昔から言われてることなんですけども、この睡眠負債っていう言葉があるんですよね。うん、今日はこの睡眠負債についてちょっと、お話ししていきたいなとは思います。で、これは記事はですね、ニューポスト7ですね。記事的には、ですね、女性7ですね。女性7の、今年の7月9日号という、まあ、そこからの抜粋となります。まあ、題名がですね、深刻な日本人の睡眠負債と、日本だけで年間15兆円の経済損失ということです。15兆円の経済損失。いつも思うんですけど、これどうやって計算するんですかね。やっぱ、ある程度そういう式があるんでしょうね。で、ちょっと読んでいきますけども、ここですね、慢性的な睡眠不足が続くと、私たちの体はどうなるのか。アメリカスタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード式最高の睡眠の著者、西野誠二さんが解説する。長期にわたって不足した睡眠のことを睡眠負債と呼びます。ああ、なるほどね。不足した睡眠。うん。借金を重ねるのと同じように、睡眠不足が続いて返済できないと。自覚のないままに、心身に大きなダメージを与えるということがあるそうです。まあ、ダメージを与えるんですね。ということがあるではなくて、ダメージを与えるんですね。でですね、この睡眠負債が溜まると、無意識のうちに瞬間的に居眠りをする、マイクロスリープという現象が起こる。睡眠負債にマイクロスリープですか？キーワード出てきましたね。マイクロスリープとは、自分でも気づかない間に1から10秒ほどの居眠りをして、意識が飛ぶ現象のこと。3、4日ほど睡眠不足が続くと起こりやすいと。私これ、実はあります。マイクロスリープ。まあ、詳しくはこの記事読み終わった後、お話しします。で、強制的に脳を眠らせるという、脳を休ませるという防衛反応なので、自分の意思では止められません。多くの場合、うとうとしてしまったという自覚すらなく、目が覚めてから今、居眠りをしたという実感すらないのが特徴です。例えば、車の運転中に、マイクロスリープが起こると大事故につながってしまいますと。まあそれそうですね。知らないうちにこう寝てしまうんですからね。動かなくなる、もう動き止まっちゃいますからね。それは事故につながりますよね。まあ事実、原因不明の事故の多くはマイクロスリープによるものだと言われていると。そうですね。あり得ます。十分あり得ます。でですね、また、西野さんは睡眠負債による経済損失の大きさは計り知れないと指摘すると。睡眠負債が溜まっていると、脳の働きは酩酊状態、もう酔っ払った時の状態と同じぐらいのレベルまで低下します。ものすごい低レベルですよ、これ。前日の事故も合わせると、日本だけでも年間約15兆円もの経済損失が睡眠負債によって出ています。まあ、事故ったりなんだりして、そういう損失ですか。さらに近年、睡眠負債は寿命に悪影響を及ぼすことも分かってきたと。寿命ですか。で、アメリカの研究では、睡眠時間が平均よりも3時間短い人は、6年後の死亡率が 1.3 から 1.4 倍ほど高いという結果が出ているのだと。睡眠負債が溜まると、ホルモンの乱れなどから血圧や血糖値が上昇したり、神経機能の低下により、うつ病になりやすくなったりする。癌の発症リスクも上がります。このホルモンの乱れですね。まあ、睡眠不足によって、そのホルモン乱れるってこともあるでしょうけども。昼夜逆転の生活してると、やっぱりホルモン乱れることもありますよね。例えば、自律神経がちょっとおかしくなっちゃうとか、そういうふうなありますよね。だから、これにもこう当てはまりますよね。その昼夜逆転の生活。
夜寝て、昼間寝て夜起きてそれ活動する。まあ仕事するとか。うん。そういう方も確か癌のリスクが高いんじゃなかったかな。そんな話聞いたことがあります。じゃあ読みますね、また。しかも、負債というからには借金と同じで、簡単に帳消しはできないのだ。うん、こんな実験がある。ほんのわずかな睡眠負債でも、完済には非常に長い時間が必要です。アメリカで健康な男女8人を対象に、1日中好きなだけ眠ってもらう実験をしたところ、1日につき平均40分というわずかな睡眠不足を解消するまでに、毎日12時間から14時間の睡眠を3週間も続けなければなりませんでしたと。ああ、なるほど。そうでしょうね。慢性的にこの睡眠負債、まあ、睡眠不足によるその睡眠負債溜まってる人どうするんですかね。もう何十年も溜まってる人がいるはずですよ。うん。2018年の OECD、経済協力開発機構の調査では、日本人の睡眠時間は平均して7時間22分。ちなみに私こんなに寝てません。これ平均以下ですね、私。調査対象国の中で最も短い睡眠時間だったと、西野さんが指摘すると。この数字はあくまで平均。日本人の 40% は1日の睡眠時間が6時間以下だと言われています。ああ、まさに私ですね。十分な睡眠が取れているのかどうかは、休日の眠り方でわかります。普段からきちんと眠れていれば、休日と平日の睡眠時間はそれほど変わらない。そうですね。もう1日、例えば7時間とかずーっと取ってれば、祝日、休みの時に10時間とか11時間とか、まあ寝る必要ないですからね。休日は平日よりも2時間以上長く眠るという人は、睡眠負債が溜まっている可能性が非常に高いっていうか、私ですね、それ。私ですね。あなたも睡眠負債が溜まっている可能性があると、いうふうな文章で締めてますけどね。ここの文章を読む限り、私は完全に睡眠負債溜まってますね。まあ私の場合は、睡眠はですね、大体平日は5時間寝るように寝してます。平日は5時間。働いてる時ですね。平日は5時間。でですね、仕事場で大体15分ぐらい、こう、一回こう、うとうとするんですよ。こう、パーンってうとうするんですよ。一回うとうとしちゃうと、あと数時間持ちますね。あと数時間持つんでね。で、まあ、それで大体15分ぐらいですかね。うとうとする時間。15分ぐらい。あとは、家帰ってきてから、こういう風な動画撮っとったりなんかして、しているときに、特に動画撮ってるときはそうでもないんですけど、編集ですね。編集してるときに、パッて落ちてしまうことありますね。ここで言うところの、そうですね、マイクロスリープ。落ちることがありますね。ただ、このマイクロスリープは、私、実は、1日1回、必ずそういう風な、こういう風なマイクロスリープなってたっていう時期があったんですよね。まあ具体的には、タブレットとか、スマホとかで、こう動画見てるんですよ。で、動画見てるんですけども、まあ眠いなぁと思ってるんですね。眠いなぁと思って、眠いなぁと思ってるだけなんですけどね。いつの間にか終わってるんですよ。いつの間にか終わってるんですよ。だからここで言う、眠ったことすらわからない。で、頭がこう止まった。それこそもうフリーズスリープっていうんですかね。した状態で何分も続くんですよ。それで、終わってしまう。っていうことが、1日1回必ずあったっていう時期が、ありました。何年間も続きましたね、それ。平日の時だけですけどね。だから、やっぱり、この文章を読むと、その睡眠負債、もうたまりに溜まってるんじゃないかなと思います。だから、休日の時は大体、そうですね。大体2連休なんで、初日、初日は、10時間ぐらい寝るのかな。10時間ぐらい。仕事終わって、それで、翌日休みだっていう時は、大体10時間。で、その次、大体7時間ぐらい。で、明日あれだって、仕事だっていう時は、最終的には、そうですね、17時間の5時間ぐらいですかね。5、6時間寝て。大体3日間で、24時間。だから1日平均8時間ぐらい寝れば、もう完全に、復調はできるんですよね。心の中では復調はできてると思ってるんですよ。ところがこれによるとかなりその、負荷するにはすごい時間かかりますよね。ただ、睡眠っていうのは、ものすごい個人差があると思うんですよね。例えば私の周りでも、いや、俺睡眠3時間で大丈夫だって人いますからね。羨ましいなと思いながら話聞いてますけど、そういう人やっぱりいます。あと一方では、いや、俺でもう1日9時間寝なきゃダメなんだよっていう人もいます。
います。だから非常に個人差があると思うんですよね。ただやっぱり睡眠負債、非常に、15兆円ですか。15兆円はちょっと大きいですね。年間15兆円、まあ失うのは大きいんでね。じゃあなんで私あの5時間しか寝ないかっていうと、別に、やっぱりこういう、なんていうかな。まあ動画撮るとかそういうのありますけども、やっぱついなんていうかな、YouTube で、まあ動画見たりとかして、ちょっとまあ、夜更かしチックなことやっちゃうことがあるんですよね。だからね、まあ最低でも6時間以上寝たいなとは思ってるんですけどもね、なかなか、できないのが実情ですよね。働いてると特に、そうなっちゃいますよね。ただ、まあ、全員そうだと思うんですけど、寝なければやっぱり最高のパフォーマンス出ませんからね。睡眠というのは非常に重要ですよね。だから枕を工夫したりだとか、ベッド、マットレスを工夫したりとか、いろんな、部屋の照明を工夫したりとか、そういう風なことで、自分に合った、自分にはベストと思えるような、そういう睡眠環境を作っていくことっていうのは非常に重要だと思いますね。私もこれからちょっとね、模索しながらやっていきたいと思います。睡眠負債、負債ですか。まあ、まあ皆さんもこれ、睡眠負債、まあ作らないようにして、私も作らないようにして、この記事読んでちょっと怖くなったんでね、これからちょっとよく寝ようかななんて思ってます。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。